どうも、こんばんは、モンブランです。エルデンリングね、続きをやっていきたいと思います。まあ、全然ね、よくわかってないんだけどね。このなんか光のね、この筋の先にね、行けって言われてるんだけど、ちょっと武器を強化したいのね。で、なんだ？ルーンだっけ？ルーン？ソウルじゃなくてね、ルーンだ、ルーン。ルーンちょっと貯めたいんだわ。ということで、ちょっと虐殺してきますかね。まあ一応ね、ダークソウル3廃人なので、まあ灰の人の実況ということで。あ、こいつでガードアタック練習しようか。ガードカウンターか。これか。いいね。これ使えないとこのゲームきついっぽいな、ガードカウント。持ち替えもおそらくこれで、あ、よし、これで両手持ちできるな。よしよしよし。よし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 。よしよし、分かってきたぞー。分かってない。ボタン間違える。アイテムを拾えずに、エソビンを飲む。素材の使い方もいまいち分かってないんですが、まあ、おいおいね、なんか必要になるから、あれなんでしょうね。まず最初はルーンだよ、ルーン。ルンルンルン。蜂が飛ぶじゃなくてね。振り向かれた！ガードカウント！どうよ、これ。あ、これ地名入るんだ。へえ、これ使えないとまずいじゃないですか。皆さんガードカウンターですよ、ガードカウンター。今回のゲームちょっと簡単なんじゃないですかね。パーリー、頑張ってパーリーしなくてもガードカウンターで余裕じゃないですか、これ。ゴドリック兵のテコ。ちょっと操作が怪しいけど、これつけとこう。徐々に強化されていく私のキャラクター。遺跡石、これ乗れるのかな。はいはい。遺跡石なんだこれ。何に使うんだ。何に使うのかわからないけど、集める。取れと言われたら取る。そういう精神。獣肉、細い獣骨。おっと、ちょっとあっち行ったら、なんかツリーガードみたいな、前回殺された記憶があるんで、いけないですけどね。ガードカウンター。ゲージの消費ってどうなるんだろうね。全然ゲージ見てないけどさ、縦がへっぽこだから、とりあえず少しずつ体力が減っていくと思うんだよね。ガードしてしまうと。ガードせずにパリすれば、スタミナだけなんだよね、きっと。何あれ？ちょっと待って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 。何？あれ？何？空飛んでるやつ。あれ？やばくない？死ねや！空飛ぶ敵とか出てくるのか。とにかくこの赤いやつとかを集めておくときっといいことがあるんだ。なんだなんだあれは。まずいですよ。あんまり行くとね、あんまり行くと死にますよ、まだ。あ、亀が嫌がる。どれ。あ、硬い！貴様！このノコノコめ、ノコノコめ、どうするんだ？お前には致命取れないのか？取れない！亀の首肉。アイテム多いね、今回ね。アイテムが多いんだ、これ。そういうのいいからさ、この武器に塗れる何か欲しいね。松ヤニとか？
粘液とかが欲しいです。ちょっとルーン稼いできたんで、もしかして武器強化できるかもしれない、ね、ここで火事台を使う。武器強化いけるじゃん。クラブプラス1。あ、探石があと1個必要と。これ以上無理と。押し込むね。プラス1されたらもう、ちょっとしゃがんでいこう。ああ、これ夜と昼で出てくる敵が違うパターンなのかな。あれ？お姉さん。え、彼女。試されていたらしい。Whether you are fit to face the challenge that entails, it seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to. 早くしてください。もうどん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 導いて。円卓導ら、それ読めないよ。円卓？円卓とかいうところに行かないんだめな。早いってば。円卓に行く。言っていいのかな、円卓とかいうとこ。わかんねえ。握手しました。あら、労働になりましたよ。円卓っていうことは丸いテーブルってこと。その通りやん。円卓は祝福により導かれた汗人が集う場所であり、不戦の約定により戦闘行為が禁止されている。なるほど。この世界でないどこかにあり、祝福の移動でのみ行き来ができる。地図。大祝福。ふーん。で、戦闘ができないってことは、ここ何するのこれ。話しかける。ここの NPC 殺せないってことか。うん。あ、受け入れてくれた。よくわからない。何なのこれ。ローリング。ローリングができる。ローリングで壊してった。あ、あなた誰です。ディアロスさん。ごめんね、ディアロスさん。多分ね、モンさん2回目ぐらいのプレイでもう名前覚えてないと思うわ。NPC の名前覚えられないもん。あ、全然話聞いてなかった。ごめんごめん。うん、それで？え、誰を見つければいいの？全然話聞いてなかったけど。まあいや、なんか見つけたら来るんだろ。で、これ、大祝福はどこに誘導してくれんのこれ。光の先。あれ？どこにも向いてないんじゃないのこれ。大祝福。何なの？ここに連れてかれて。何をしろというのこれ。開く。閉ざされている。何の意味があるんだよ、これ。ほ、おぉ。鍛冶屋っぽい音がするな。あ、鍛冶屋いた。みんなから新顔って言われば。そらそうだわ。まだ発売されてね、3日目だから新顔ですよ。あ、ここで武器強化できるんだね。今してきた。ごめん。自分でしてきたわ。ちょっと待って。盾も強化。ああ、これも探石いるのか、これ。先輩。先輩ってなんだ？先輩メニューでは、先輩を用いて、武器に新しい戦技と、ああ、武器の、なんだこれ。特殊進化みたいなやつ？これを？ん？決定しました。ないです。はい、なんて。持ってません。持ってませんからできません。足元の鎖について。この人、囚われてんだね。ハイポテさん、こんばんは。旅衆とは。My being a prisoner is no fault of yours. Besides,
Well, I'm not smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. わしが何者だろうと武器は強くなる。ここら辺のあのストーリーを考えさせないこのゲームの良さ。まあいいんでね、ここに鍛冶屋がいるってことが分かればそれでいいんだよ。あれ、これ何、この絵絶対何かのヒントだわ。これバイオハザード的なやつだわ。これ、おお、びっくりした、女の人いた。何これ。はい、フィア。Would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor. え、妖怪か何かなの？私の元気を吸い取るつもり？抱かれる、抱かれてみようか。ヒットポイント減るのかなこれ。ルーン減るのかなこれ。おい、ション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 ってなんか戦闘力みたいなの吸われるんやろこれ。あ、音調もらった。しかしそれは儚いもの。また音調が必要になったらいらしてください。音調の使い方がわからない。これはどうしたらいいのかな。あ、立ち上がってくれるのかなこれ。カボタン、カボタン的な人って誰なんだろうね。ちょっとわからないんです。今、ちょっとインベントリ、これ何、腸の音調っていうの。 FP を消費して一時的に強靭度を高める。あ、強靭アップ、これは素晴らしいアイテムグレザじゃないですかこの人。熱々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 じゃないよ、熱々じゃ。要はここがあれかな、スタート地点になるのかなこのゲームの。俺もこうなりたい。どうなりたいんで。ちょっと待って、これは扉開かないのかこれ。あーっと霧があるね。要は祭祀場とかの場所ってことでしょこれ。霧の先に出ていけばいいのかなこれ。ちょっと待って、このドア、このドア開かないのか。開くと思っただろうとかメッセージ出るんだろうどうせ。なあ、誰か書いてるだろうそういう風に。もうダクス3で何回それやられたか。毎度。いや、霧の中入れんじゃん。バカかこれ。いけると思うじゃん。いけないっていうね。ファストトラベルして出るしかないじゃないか。まあでもこれで拠点が分かりましたよと。で、なんか抱きしめてくれる女の人がちょっとカボタンチックな役割を担ってると。うん、誰あの人、首になんかつけてるよ。初めてですね、はい。私はコリン、聖職者です。今回、聖職者倒すことができないね。残念。ぶっ倒して人間性を奪うってことができない。ちょっと待って、これ何かの役割になってるの？見えてますよ。汗びとって設定なんだけど、汗びとって何？
灰の人と何が違うの？祈祷を学ぶ。あー、奇跡か。ごめんね、ルーン全然ないんだわ。魔法も変えるってことね。で、ここで大祝で休んでからの、あれ？どうすんのこれ？あれ？ワープ出ないんですけど。あれ？どういうことこれ？記憶って何これ、記憶って。ああ、魔法の記憶か。ちょっとまだファストトラベルできないのか？あの、フィールドに戻りたいんですけど。あれ？何かしないとフィールド戻れないのかこれ。開けよ。まだこっちあったわ。何かしないと出られないのかこれ。なんだよ。結婚があるぞ。なんだこれは。あーっと、いきなり何か出てきたな。闇霊じゃないですか。あ、闇霊ですね。めっちゃ強えじゃん。なに、やっべ。いやちょっと待って、こっちガードしてたって。なんだこれ。そもそも今生身、死人にならないですよこのゲーム。汗人ってなんかよくわからないけど、今あれ何だったの？あそこは戦闘行為 OK なの？ちょっと全然わからない。全然わからないんだけど、どういうことなの？ちょっと、何かしたらこの霧出れるんじゃないのこれ。あいつ倒さないとダメなのか、まさか。おい、すごいねこのゲーム。わけわからず闇霊に侵入されて殺されたよこれ。あれ倒すべきなの、逃げるべきなの、わからんけど。うん、何かいるな。ちょっと待って、オタクとはお話できないのか。貴様何用だ。恥、王、こいつ王なの。話しかけることもできないよこれ。はしごは、はしご登れないのこれ。あ、もうおう、びっくりしたね。なんかミイラみたいなやつがいるよ。パリーはよ。はよ言われてもな。鈴玉って何よ。購入する。いやー、欲しいもんいっぱい売ってるけど、ルーンないんだわ。開けちゃった。何、鈴玉取引4って何。あ、これ返してくれるってこと？よくわからんわ。これ何してんのか。自分でもよくわからないわ。あっちへ行けとか、こっちへ行けとかないからね。このゲーム。
いや、何かあいつにぶち殺されたら何かあるのかなと思ったけど、死んでも何もなかったじゃん。こっちじゃない。え？あれ？さっきのところはどうやっていくんだ？ここか。よっ。そして侵入されるけど、なんかここら辺に逃げればいいんだよね、きっと。戦わなくていいんだよね、きっと。あれ倒せって言われたら相当だよ。ひもじのパタ。わからない。ひもじのパタって何？どこ行った？ひもじのパタって。来た。闇で来たわ。ちょっと、あいつを相手したらやばいんで。魔法使ってくるしな、フロストバイトの。うわー、出られない。ここも無理？あれ、もしかしてあいつやらないとダメパターンかな。そうだろう。こんなんどうすんだよ。全然減ってないぜ。だってこっち半分減ったのに。おい、アルベリヒ、おいおい、カウンター入らない上にこっちが状態異常になったけど、どういうことなんだ。誰か教えてくれよ、これ。何このゲーム、罪とかあんのこれ。頑張ってみるけどさ。なんなんだよ、あいつ。くそ。なんだこれ。出血までしてる。フロストバイトに出血までしてる。いや、帰りたいんだけど、フィールドに。ちょっとなんか、あんたら喋ってくんない？Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya. She's a servant to my house. She's been my companion. I've lost count of the number of times. Honestly. 導いて。でしょ、もう。どういうこと？パタ、さっきのパタって何？どこ行ったの？なんとかのパタとかいうの。これ何これ。拳斬撃一つって書いてあるわ。武器なのか。ここに何かつけよう。これ休んでもどこにも行けないね、これ。行けねえじゃん、これ。どうなってんの。狼呼べないし。え、呼べないよ。ちょっと待って、呼べないんだったら、待ってくれよ。位牌使えないの。使えない。召喚できない。でも侵入されるわな。なんだこれ。
めちゃくちゃ戦力差あるじゃん。うわお前9割じゃねえか。あこれ何、殺されてばっかりなんだけど。ちょっと、え地図、ちょっと待って、ちょっと地図。ねえ、ファストトラベルさせて。ここ何これ、いけないのこれ。あ、いけんじゃん、まいった、危なかった。いけるじゃん。殺され方を楽しむゲーム。びっくりした、ちょっと待ってよ。とりあえず武器プラ1にしたんで、もう焦ったわ。あそこで足止めかと思ったよ、これ。遺跡っぽいのがあるんでね、こういうのを順次回ってくって感じなんだろうと思うけど、これは何なん、これ敵なの、これ。はあ、倒れたぞ。コロコロ転がっていきますけど、これなんだよこれ。ごめんね、本当に何、これ今自分が何をやってるのかいまいちわからないわけよ。毒になった。ちょ、毒減りすぎやろ。いまいちこれ何をしてるのかよくわからないな、これ。ソウルシリーズらしい始まり方？うん。めちゃくちゃ なんていうのかな、不親切というか。どうよこれ、ダメージアップした？あんまり変わんねえな、プライチだったら。キノコ。あ、でも冒険感が強くていいね、これ、このゲーム。ここにいたさ、狼をちょっと倒したいな。呼べないのかよ、これ。どうやって呼ぶんだよ。なんで呼べないの？呼べんじゃないの？くっそ、どういうことだ。呼べねえならいいわ。対戦するわ、こいつらと。何してんのこいつ。あっ、体当たり。おっと、やばいぞ、数多いぞ。強いな、緊張感高いなこのゲーム。さあ来い。バカみ、私の勝ちだ。ひび壺、火炎壺じゃんか。ねえ、たかだか火炎壺じゃないですか。火炎壺取りに来たのに瀕死ってどういうこと。あ、またいた。ああ、
ボタン押せない。許して許して。ガードカウンターも結構隙があるな、これ。明かり石。黄金のルーン。銀色ホタル。アイテム多すぎやろ。素材を取る。あ、そうかそうか。この緑のところで素材取らないとダメなのか、これ。松明買ってないから、ちょっといまいちわからない。暗くて。うわぁ、なんかこれ下行ったら殺されそうな気がする。あ、これどう考えても殺されるんじゃない、この先。迷うな、これ。出た。絶対ボスやろ、これ。優しい。こっち回復ないんだって。あー、さすがに初見で無理かな、これ。あー、ちょっと今の、うん、ファルムアズラの獣人？使えるアイテムないか、これ。は？これ何？使うって投げたぞ、これ。どういうことだよ、これ。素材の一つ。よし。あの獣人やってこよう。やれんだろ。どこいしょ。クソ、ガードカウンターめっちゃ意味ねえ。やっぱローリングの方がいいね。やっぱローリングじゃん。ローリングゲームじゃん。ああ、範囲広い。あ、でもやれなくはない、やれなくはない。あれ、パリ取れるのかな？片手持ちになってるとき取れそうだよね。ちょっと試してみようかな。
あちょっとむず。おお、パリ取れた。弱っ、バカめ。あー、それは無理だわ、さすがに。ちょっとよく見て、3、4、おい、ここ、違う、飛び上がる。うん、遅い、クソ。さっき取れたやつどれなんだ。それか、最後の4撃目だ。1、2、うわあ。6割、あと6割だったからね。パリ1回で3割ぐらい削れたから、これ何回かパターン見れば勝てなくはないな。迷うな、これ。両手持ちにするのか、パリ使うのか。イエーイ。まあ、これ、ソウルライクだよね。ダークソウルって感じだよね。初撃は避けて。うん。おい、そこだったよ、今。ああ、これは飛んでくるのね。距離詰められる。1、2、3。あ、タイミングわかんねえ、クソ。パリ取らないと余ダメージが全然。結構緩いな。4撃目ガードしてからのガードカウンターもありかもしれない。とりあえず盾構えて接近か、これ。うん、そんな感じだな。はい。危ない。弱っ。嘘だろこれ。倒したわ。なんじゃこれ。炎竜院のタリスマン、これで千ルーンしかくれないの、ボスだったのに。あ、これで終わり。入り口に戻りますかって言われたよ。じゃあ入り口に戻るもないもんだって、アイテム。ちょっと待って、ここの祝福でちょっと休んでレベルアップかな。何振ればいい、これ。筋力？
わかんないから納金にしてるけど、いいのかこれ。これだけやってまだレベル2なんだね。いやー、目に見えてこうダメージが上がるってことがないな。もしやフィールド移動しないとダメかな、ここ。これこんな感じで一個ずつあれか、なんかミッションみたいなのクリアしていけばいいのかな。ここら辺何も見てないからね。ここ馬で走り抜けたから何もしてないんだよね。おっと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 、あのでかいやつ、あのでかいやつを何か落としてくれるんじゃないでしょうか、倒すと。ああ、足ターゲットできるわ。あっ急に機敏になった。勝った。はい、あー当たらないよ、当たらないよ。もっと長い武器が欲しいよ。こんだけ殴って半分しか減らない。うわあ、わけわかんない。カメラが、ローリングローリング、あー、あれ範囲攻撃なのか。へえ、やばい、それは死ぬわ。逆方向行ってみよう。今のあのでかいのとガンガンやる気になれない。逆方向行ってみよう。もうちょっとだな、強化させてくれよな。あ、ちょっと待って待って待って、今あのルーン落としたから拾わないと。ルーン、ルン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 、プシュッ、うわ、吸収吸収、気持ちいいなこのゲーム。背負ってる剣欲しい。本当にね、あれを落としてくれるんだったら戦う意味があるんだけど、ちょっとわからないんでね。ちょっとあの洞窟のボスのさところ、もうちょっとアイテムが落ちてるとかさ、武器が落ちてるとかじゃないと、千ルーンだけじゃちょっと納得いかないな。
まあ、全然大盾とかも落としてくれないしね、これ。あー、このゲームステルスあるのにさ、敵の位置をマークすることができないんだよな。これは地味にむずいぞ。おっと、やばいやばい、犬もいる。うわっ。スタミーナが。お前うまいな。やべ、こっち全然あれだ。受け地がない、受け地がないよ。よし、1対1になればね。いや、一回ガードさせられたら崩されるんだな、これ。ちょっともうちょっと、ろくな装備ください。さすがにスカンピンきついかもしれない、これ。かぁ、届かねえ。やってしまった。どうするよこれ。ボルト、いやボルトもらってもさ、ないじゃん撃つやつが。何があるぞ、下に何があるぞ。開く。あ、宝箱だ。え、こいつミミックとかじゃないよね。罠もないよね。よし、千儀の付与、砥石の小刀があれば祝福で千杯を持ち、今だから千杯って何？武器に千儀を付与できる。へえ、武器カスタムができるんだ。属性も付与できます。千杯嵐脚、砥石の小刀、二つ手に入れたのこれね。なるほど。あの左側に出てるあのお墓みたいなマグ、何あれ。お墓みたいなマグずっと出てんだけど。あれ何これ、わかんないよこれ。もう敵いないかなこれ。もうここ占拠したかなこれ。そんなことないね、いたな。ああダメだ。ちょっとね、戦闘がね簡単になってますね。ガードカウンターがあるんで、
必死でパリ取らなくてもいい具合にはなってるね。見つかったわ。ただこいつらみたいな、なんだろう、耐久力削ってくる武器持ってるやつはやばいかもしれん。受け値がかなり低いぞ。少なくとも今持ってるこのなんかよくわからないエンタテ、こいつはめちゃくちゃ受け値低いわ。いやー、何か他にいいものくれないですか本当に。問題はあの奥にいる騎士だな。あいつ多分一撃でこっちの崩しを取ってくるタイプだな、これ。当たんなかったわ。無理か。当たったか？剣抜いたけどどこ行くんだ、あいつ。あれ、何あれ。あー、なるほど。音に反応したのかな。着弾したところの。一体だけ釣れるのかな、これ。なんかもう一人いた。あ、やばいやばいやばい。あいつ角笛みたいなの、ブブセラみたいなの持ってた。いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た。ダメ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 。ジャンプ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 、やめとこ。もうあのなんか小刀とか取ったし、もういいだろこれ。お、あそこに祝福があるぞ。なんかあるぞ。あった。これ何あげるべき？オートセーブですか。オートセーブみたいなんだけど、セーブマークがどれなのかがわからない。いまいちわかってないです。多分左側にさっきね、お墓みたいなマークが出てた、あの時にオートセーブしてるんじゃないかなと思うんだけど、すごくどこ行っていいかもわからんし。亡者みたいなのいるなぁ。なんだあれ。弱い。虐殺。ひどい。逃げてる時を。敵集団の撃破。敵集団を倒すと聖杯瓶が回復するって。ヒットポイント減った時は集団を倒せってこと。あいつなんだ。おっと、やりしてるな。こいつ倒してもあんまり意味がなさそうだな。あれ、これ下降りれるね。敵歩いてるね、あそこ。いや、フィールド広いな。なんであれ、なんで首吊ってんの、あそこ。
探石、イエーイ。ちょっと待って。馬呼べずに死んだ。今探石これで3個あるよね。ということは、ということは、今のルーンを回収してくれば武器強化プラス2にできるはず。ルーンだけ回収して帰ってこよう。オーラクラブプラス2、強くなったんじゃないかいこれ。随分と。順調じゃないかいこれ。さあお前正面からやってやろう。おい来い。来ねえのかい、ヘボ。おお強いじゃないか。これでバックスタブ取ったらどうなるかだよね。あいいねいいね、いい減りしてるわ。7割減った。でもうはっきり言ってどこ行っていいかわからないんで、一個ずつワープしながら様子を見ていこう。前回ここのなんかすごいでかいボスみたいなやつにやられて終わったのかな、もしかして。武器プラ2だったらなんか勝負になるんじゃない。そうだよね、ちょっとやってみよう。マルギットさんね、おそらく盾が効かないんで両手持ちで。真後ろからじゃないとこいつの範囲が斜め後ろ、おそらくねえ、これ230度ぐらい範囲があるので。あは真裏にも攻撃なんてあるな。俺何回でも挑めるからちょっとこれやってみよう。倒せそうな気がする。全然無理かもしれんけど。振り抜き方向と逆方向にこれローリングしないとダメなんだ多分。ちょっと難しくなってると思う、ダークソウルに比べたら。あ、ダークソウル方向関係なくローリングしても受けられるけど。早っ、今の左や。ふぅ、ロジュールさんが来るまでの間耐えないとダメだよ。
ダメなんかな、まだまだ強化が。NPC いるからいけると思うんだけど、勝手にいけると思ってんだけど、馬呼べないのか、馬呼べないのか。霊体も呼びたいんだけど、霊体呼べないよね、さっきから。なんでだろうね。やる、逃げジャンプ攻撃お前。うはは、あーこれこれこれ右左だね。操作感がダークソウル1だこれ。斜めローリングができない。ターゲットしたらダメかもしれない。これ戦闘でジャンプって使えるのかな、これ。あの横投げをすかすとか無理やろね。あー、パリできないと思うんだけど、あれ。なんか昼に取れないかな、これ。あ、ひるんだ。しかもロジュールさん地名まで取ってくれた。優秀すぎる。危ねえ。あー、ロジュールさんが死んでしまった。でも後半戦入った。ちょっと待って、早っ。ダメだな、ちょっと武器プラス2ではまだまだダメかもしれない。もうちょっと強化しないとダメかもしれない。もうちょっと探索しよう。これ馬でここまで来てるから、ちょっとここ戻って何か取れるんじゃないかな。対応あさる。これバリスタ打てないのかな。バリスタ打ちたい。無理か。いや、なんかさ、武器とか落ちてないの。
俺はきついんじゃないか。いやいや、ここ行っても何にも落ちてないのかな。何なのこのゲーム、どうすればいいのこれ。いまいちわかんないわ。あ、やばい、ハンマーだこいつ。ああ、これはいかん。弓撃ってきてるやつもいるし。あ、ダメだなこれ。どうすんの。やっぱあのマルギットとかいうやつを倒さないと先に進めないのこれ。上質標準。なんか武器強化できちゃったってことは、両手持ちにすると千人これか。へえ、まあだからってあのボスに勝てそうではないんだけど、もうちょっとこっちの右側の方探検してからにしよっか。何かあるしね、ここ。フィールドが広いんだけど、何をしていいのかいまいちわかんないね。ガンガンこのクラブ強化してるけど本当は刀が欲しい。あ、なんか奴隷みたいな人たちが働かされてる。あれ、何かでかいものを引いてるの。兵団がいる、兵団が。何これ、囲まれたらこれ終わりだね。なんか放浪者みたいな人がいる。いや、フィールド広いねこれ。あ、アイテムだらけだ。ちょっとアイテム拾わせろ。マークが出ろ、マーク出ろちょっとマーク出ろ。ルーン、ちょっと黄金のルーン。人の墓から何か取ってくるって、ちょっとこの人の教育も良くないですけど。なんだろうな、左側にも、あれはなんだ、砦かな。右側には巨大な木があるけど、木の方行ってみよう。あ、びっくりした今亡者がいた、亡者が正面に見えなかった。お、像がある。これなんだい、これ光ってらっしゃる。これ殴ると攻撃される
パターンか。やめとけばよかった。何これ、あ、ちょっと間違っちゃった間違っちゃった間違っちゃった。どうやって降りんのこれ、どうやって降りんのこれ。よし、いや、何これ何、はあ、え、なんかボス出てきた。見たことあるわこういうボス。あ、強いよ。無理か、取れないか。どこに行ってもなんか強敵が出てきて進めないよこれ。何これ、どこ行ってもダメじゃん。どこ行ってもなんかボス的なやつが出てきてとにかく殺される。なんだ俺、ちょっと待って、砦の方行ってみたいから砦見てみよう。行く先々にちょっと強敵がいるなこれ。宿場跡、ここもなんかあるんだ。あっ、敵、毒った毒った、なんだよあの草。面白いけど。縄文突破だ、縄文突破、会場おりゃ。花のケージ見たくなってきた。え、その割にここに来て何か意味があるの。あ、あれか、違うな、アイテムだなこれ。成功のかけら、これは落下してもいけるのか。いやこれ死ぬだろうな。いやもうこれ毒でどうせ死ぬから行けるとこまで行ってマップ広げようこれ。危ねえ危ねえよ、バリスタだよ。あ、石鹸の鍵っていうのを手に入れた。すすり泣きの半島、すんげえ、どこまで行けんのこれ。馬、馬とても有能ですよこれ。
何か取ったあ、探石。めっちゃくちゃ奥まで来てんだけど、祝福がないから休めない。あった。危ない危ない、死ぬ死ぬ死ぬ。座らせて座らせて。危なー。でちょっとこれでマップ見てみよう。んー、なんだろうね、すごい端まで来たねすごい端まで来たけど、あれ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 、よくわかんないわ。なんでこっから先のマップがないの？あ、うーん、ここ走っていかないと、もうこれ以上広がらないのか。でもあっち行けって言われてるの。なんだろうこれ。危ない。何？またバリスタ飛んできたよ。危ない。怖っ。巨人じゃないあれ。神殿石。なんか赤いクラゲがいる。巨人だな。よし、この隙に。あ、馬消えた。なんかすごくいろんなとこ来れるけど、何をすべきなのかよくわかんない。これほう、エレベーター門の城、門の城。うわぁ、馬呼べねえや。これはどうすればいいんですかね。うわ、犬なのに硬い。いや、いいね。でもこれ強化できるよ、これ。ナイス判断だったんじゃないのこれ。ここはでも行ってはいけない気がするな。あ、武器を強化しましょう。いけるかな。できない。あれ、どうして拾ってこなかった。ゼロになってる。何拾ってきたの。アイテム制作がどのこのって言われてもね。あれ、これ使えるじゃん。
使えない。胆石2なんだ。あ、くさびし大掛けみたいな感じ、大掛け中掛けみたいな。はあ、なるほど、ちっちゃいやつじゃないとダメなのか。しょうがない。1300あればレベルアップできないかな。何振るんだこれ、何に振ればいいかな。また筋力に振る。また筋力に振る。で、聖杯瓶ここで回数を増やすのね、ここで。なるほど、やっと分かってきたよ。どうでもいいんだけど、霊体呼び出すやつどうやって使うのこれ。できないんでね。これどこにセットするのこれ。記憶ないわ。まあいいや。もう今日ちょうどいい時間になりましたんで、今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。また続きやっていきます。はーい。